チャンネルの提供はアニソンバーモフルとアニソンバーギルドなどご覧のスポンサーでお届けします。店舗については概要欄からご覧ください。28年活動してきた中で大失敗だったりとか、うん、残ってるなみたいなこととかってありますか？すぐ忘れるからな。覚えてる？すごいアクシデントみたいな、いやこれっていう、なんか乗り切ったばっていうのなんかあったりするんですか？面白くないアクシデントって、あれ面白いけどあの冷や汗すごい出る。カウントダウンイベントで、はい、山の上にあるすごい寒いところでカウントダウンしなくちゃいけなくて、はい、ステージは別にステージ上がっちゃうとテンション上がるからさ大丈夫でしょ、はい、でも楽屋がその裏にあるなんか謎の小屋みたいなところで、その小屋がどう見てもかなり傾いてるのね。危ない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 、さて年を越せるかなみたいな感じ危ないよねおーみたいな、鍋が傾いてるぞみたいな、うん、年越しそばがこうなってるぞみたいなところとかで、なんかこれはなんかみんなヒヤヒヤしてたけども、これは年を無事に越せたらいい話になるなとかって、そういうトラブルだったら覚えてるけど、あ歌詞を間違えたりするのはすごくよくあるから、うんうん、それもライブ感ですかね、うん、そう全く出なかった時ってあります？私本当にデビュー当時国際フォーラムで、うん、はいじゃあ松井さんですって言われた時に、うん、マイクのところまで歩いてくるんだけど全く出てこなかったんです今の歌歌で、振り返ってもこうマネージャーにねえねえって言うんだけど、マネージャーもそれで何何ってこう分かんない分かんないね、分かんないし助けられないじゃないですか。そういうのないですか？ある。どうする？やり直しましたよもちろん。あああの、曲流して。どうしたのどうしたの？だってやり直せる状況じゃなかったよ私。なんかもうだから、うん、出てきた言葉が、うん、B メロだったの。それ危険だね。どうすんの？ B メロを A メロに合わせて歌ったの。天才じゃん。だから人間ってそういうことできるんだと思いながらそんな悪夢の内容じゃんだって。それユミさんちょいちょいあります。なんかだから本当に緊張されるんだなって思いました。そうだからもう一回なんて言えるような余裕もないから、うんうんうん、業務所の方とかプロデューサーとか、それこそなでしこの劇場版出た時のとかそういうやつだったら、いやもう一回なんて言える状況じゃなくて、私は出ないな出ないな、でもなんとなくそれまでにやっぱり何度もさ練習してるから口とか心とかが覚えてるはずって思ってここまで来るんだけど、出ないなと思ってラララって言ったらいい、そう ね、だいたいラララって途中で思い出すかなって思うけど、思い出さないから、すいませんもう一回お願いしてもいいですか？私ラララって言ったら出てくるまでラララって言う。嘘でしょ？想像つきます。そういうのは三重野ひとみさんはタイアップはじゃあ結構指名で決まるっていうか、うん、もう三重野ひとみさんで行こうみたいなんでスタンス決まる感じで、ね、作家さんの仕事もそうですよ、ね、もうでも人柄ですね今日お会いして。そうもうめちゃめちゃ人格者というか、うん、マジでもうちょっと言ってもらってもいい？一応記録に残しちゃったこれね言ってもらってもいいですよ。なんかもう全然もう今日はテンション上がって、ね、なんかあの夜寝れなかったそうな。あそうなんですね。なんか結構若い時にデビューされてて成功されてる方だから緊張してたんですけど、もうね、そう緊張してたの？なんか見えるひとみさんはワンちゃんなんかで、あの怖い人だったなと思いました。なるほどね、なるほどね。いつもアニフラの危機感を持って他の現場よりも覇者がない。全然私なんかより怖い人来てるでしょ。もう来てるねえ来てるとか言わないでください。来てるよ。話誰してる？ちゃんの言ってた。来てるよ。来てるよ。あの過去の見たけども来てるよめちゃくちゃいや怖いっていうか怖いじゃないね。恐れ多くて喋れないみたいな。確かに確かに、うん、突っ込みづらいみたいなところはありますよ。てか突っ込めないみたいな確かに確かにところはありますよね、うん、でもなんか冷静に考えてユミさんとかも結構年上なのに結構それは一緒にいるからなんですけどね。そうそうここはなんか悪かったら嫌じゃん。なんか嫌やめてよってなっちゃうよ。え、ここ嫌だよみたいなことね。嫌だ嫌だそんなに嫌だ。なんか嫌だ嫌だ。なかなか取れないですね。あ、でもちなみに共演者それ仲悪かったとかありますか？
ないないないんだ。ないよ、仲悪い人と共演しないよ。なさそう。向こうがどう思ってるかわかんないけど、うん、基本は生きて死ぬだけじゃん、もうさ名言人生もうね、確かにこんなさ、短い間にさ、憎しみあったりとか、うん、嫌いとか、あいつバカだとかさ、うん、ない方がいいって、絶対ない方がいいって、もう絶対使いましょう。そうしよう、絶対使いましょう。でも変な人もたまにいたらどうするんですよ。超ヤバいな、この人。この人のキャラ設定超面白いと思って。あ、素敵。あ、うん、そういうキャラ設定なんだろうなって。そういうもう全然タイプが違う人はそう見ていけないんですね。だってほら、恋愛シミュレーションゲームでもさ、うん、王子様系とかドレス系とかってさ、キャラ分けするでしょ。そういうね、うん、そういう感じで、あ、この人は怒りん坊キャラなんだなって思うようにしてる。そうすると超面白くない？超設定通りに怒ってる。私ちょっと近い人種だと思うんですけど、うん、あの僭越ながら、うん、めっちゃモテそうです。モテそう、めちゃくちゃモテそう。受け入れてくれる、もっともっと愛してもらってもいいんだよ。いいのよ。今日アニメラで初めて一緒に歌いました、もしかして。ゆみさん、うん、お、そう、うん、どうでした？歌ってくれると思ってなかったから、デートする曲決めてって来た時に、うん、マジ歌ってくれるんだよ。嬉しい。でいつもね、もう緊張するんですよ、デュエットって。うんうんうん、そう。今日でもすごい楽しそうだし。そう、今日ね、もうひとみちゃんだから、ほら、先輩とかだとか、間違えたら、柱にこうやって打ってるんですよ。みたいなのも確かにすごいなと思った。今日リラックスしてた。すごいなっていうの。なんかやっぱさ、人の曲をさ、うん、一緒に歌うのって、やっぱ今ね、言ったけど、緊張する自分。緊張する。それを毎回やって。毎回やってます。すごいな。でももうひとみちゃん優しいから、あの、受け入れてもいいなっていうのを前提です。そんな切れ出してるの今まで一人もいませんよ。ねえ、いないよ、いないよ、いないけど、こっちが勝手にあの先輩が緊張することもあるし、でも今日はなんかすごくアイコンタクトも楽しく、いつも本当にね、余裕すごいない時はもう ほぼ見れない時とかこっちを、うんうん、見たいんだけど、うん、確かに、せっかくね、そう、そうなんですよ、うんうん、歌詞が分かんないからごめんなさい。プロンポーリーで、ね、そう、ね、そういうことは思うんですけど、楽しくやりたい、ね、でも一緒に歌うの楽しいですね。楽しいよね。今日出演していただいてどうでした？はい、私はもう渡るの歌が聴けても大満足なんですけど、でも一番好きなのはリュウナイトの歌なんですよ。言ってよ。混ぜたのに。混ぜたのに。メダルから。めんどくさい感じ。完全のメドレーみたいな。そうそうそう。すっごい短いメドレーでもやったのに。まあでも、ダーダーダーとか世代ですよ、多分私は。そうなんですね。すごい言ってよ。混ぜたのに。混ぜたのに。三世紀メドレーで。やったのに。なかなか言いづらい。分かった、2回目で。2回目で行きましょう。ぜひぜひ。いかがでした、今日出演してた。めっちゃ楽しかったし、 あとご飯美味しかったし、ね、皆さんも私のこと愛してくれてるのもあったし、すごく楽しかったです。よかった。嬉しい。トークも本当楽しい。さすがなんか四半世紀近く番組やってるだけある。そうですね、あと1時間くらいいきそうですよ。いけるよ、いけるよ。撮ってきます？あ、大丈夫です。あ、大丈夫？大丈夫です。尺が、尺が。改めて、日を改めて。日を改めて。日を改めて。はい、今日もう楽しくて終わりたくないんですけど、もう楽しみましたって言うと、大丈夫、大丈夫。今日のゲストは宮野ひとみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。またね。ご視聴ありがとうございました。この番組はアニソンバーギルドモフル銀河桃猫堂の提供でお送りいたしました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。モフルクロスのカフーさやかです。松沢由美のアニソンフラッグ、次回もお楽しみに。